おっす、レイムだよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。今回のプロ野球ゆっくり情報のコーナー。前半戦終了。さあオールスターも終わりってことでペナントも前半戦が終わりました。つーかオールスター地上波でも最後までやってくれやー。それか隣人さん BS アンテナ立ててくれやー。てめえが動けや。結果はパリーグの圧勝でしたね。まあオールスターは結果云々じゃないから。初戦の山本由伸投手から佐々木朗希投手への超豪華リレーは興奮したぜ。私はその後のマー君にグッとくるもんがあったぞ。まあ忙しくてまともに見れてないんですけどね。なんじゃそれ。夜家にいなかったりするからさ、ジャイアンツ TV でも配信してくれやー。今日おざめの日か。ちょうどいいタイミングだし前半戦ここまでの結果を見てみましょう。ちょっとですね。この2週間ほど定期的に狂ったボーイークだったので、あんま試合も見れなかったのですが、ジャイアンツは失速気味で前半戦終わったな。オールスター前に5連敗で借金2の4位だぜ。全く私が見てないとすぐ調子崩すんだから。いるよね、こういう人。首位の阪神とは 6.5 ゲーム差だ。ゲーム差的には全然あれだけど、4位での 6.5 ゲーム差と2位での 6.5 ゲーム差は意味が違うからな。上に3チームもいるとなかなか上がるの大変だよね。綺麗に3チームが負けってことが少ないからな。しかもハヤトがオールスター辞退したでしょ。ペナルティでオールスター明けから10試合は1軍登録できないと。結構長引きそうか。でもダッシュや守備もやり始めたみたい。バッティングはちょい前から大丈夫らしいし、一応8月上旬の1軍復帰を目指してるそうです。門脇選手も打ち始めてきてるけど、難しいとこだよな。確かに我々がハヤト依存症なのは間違いない。間違いないんだ。我々ってお前以外誰だよ。原さんに決まってんだろ。思ってたよりビッグネーム出てきた。先日の菅のショックもありあんまいい感じじゃねえかな。ワンアウトしか奪えず6失点で降板したやつか。もうすぐに明日からペナント再開ですから、気持ちも新たに頑張ってほしいですね。交流戦まで5割でいければいい。オールスターまでに戦力が整えばいい。ここまでそんなこと言ってましたが、もうこれからは結果が全て。勝って勝ちまくるしかねえ。とにかく目の前の1試合に集中してね。でシーズンが終わった時にね、3位にいればいいわけですから。目標下がってね。はい。はいではプロスピやっていきます。とうとう来ましたねこちら。今回結構ガチャ回してる人多いんじゃないか。はいドドンと。美女が勢揃いプロスピグランプリの開幕でー。あごめん思ってたのと違ったわ。皆さんは誰狙いですか？それ意味変わってきちゃうからやめて。マリサは誰にしたんだこのスケコマシが。スケコマシ言うなや。いや申し訳ないのだが、この中で知ってるのあのちゃんしかいなくてな。あのちゃんを選択したぜ。無難だな。無難なの？なんかその言い方全員に失礼なような気がするけど。じゃあレイムは誰だよ。私が選んだ美女はだな。黄色い四角のこの子だ。お前にだけは無難って言われたくねえよ。意外だった？そつまらねえわ。多分この流れ見てた全員が気づいてたぜ。だってさ、電車でこれやってるとさ、そういう恋愛シミュレーションみたいのやってるって思われそうでさ、恥ずかしいじゃない。黄色いのと全力で恋愛しとけや。あ、そうそう、プロスピグランプリについてのプチ情報ですが、経験値アップを選ぶ人は、グランプリの本日の試合をやる前に経験値アップしときましょうね。グランプリの試合でもらえる経験値もアップするぜ。さらにプチプチ情報ですが、例えば 1.5 倍アップした後に、レベル上がって経験値アップ 1.8 倍になったとします。そういう場合でももちろんそこからは 1.8 倍になりますので、ご心配なく。経験値アップを選ぶ人は多いだろうしな。そんな超プチ情報でした。とまあ今回の更新はこれくらいか。少しはセレクション触れてください。いや関係ないもん。今世間はセレクションだっつーの。というわけでプロスピセレクション第2弾の登場だぜ。山本由伸投手や柳田選手など強力プレイヤー目白押し。ちなみに巨人からはこの選手。中田翔選手の登場だ。翔ちゃん欲しい。ミートだいぶ上がった。パワーも最初からまあ、手に入ることはないんですけどね。わあ収めてる。まあ確かに無課金で純正。そんなレイムが手を出すのはちと無謀だ。だから言ってんだろが。だが私は違うぜ。楽天純正をやってはいるが同時に12球団オーダーもやっている。この時期でのスピリッツ4400。これはめちゃくちゃに魅力的。現に去年のセレクションで引いた山岡投手。実はここまだリーグオーダーで使ってるんだ。そんな感じでセレクションの寿命はとにかく長い。狙いの選手が多いなら無課金でも引く価値ありだぜ。じゃあマリサは回すの？ガチャするぜ。さすがだな相棒。流行りに敏感でナウイぞ。お前は古いな。流行り甘いのマリサと呼ぶとしよう。やめてください嬉しくないです。でも正直言うとかなり迷ってた。その理由がこの二人。山本早川投手が何か？山本由伸投手はもちろん欲しいし、楽天純正もやってるわけだから早川投手も超欲しい。でもこの二人とも2023シリーズで持ってるんだ。しかも育成終わったばっか。もちろんさっきも言ったようにスピリッツ4400だ。だいぶ長いこと使える。引き当てたら育成するし間違いなく強化になる。ただ育成終わった直後ってのがちょっとですね。気持ち的に乗り切れない部分があった。おいおいおい、気持ちで負けちゃダメだぞ。流行り甘いのマリサよ。それやめてって言ったよね。で、そんな迷ってる時に想定外の臨時収入だぜ。想定外というか予想以上と言った方が正解か。これですね。ああ、あれに荒れたプロスピパークのお詫びな。なんかもらえるってのは分かってたけど。まず覚醒限定の S ランク限界突破コーチが2枚。そしてランダムボックス獲得数 ×3 エナジーと。今回のセレクション第2弾、引いてる人が多いんじゃないかと言ったのはこれが理由だぜ。なるほどな。人間ってのは金があればあるだけ使う愚かな生き物だからな。そこまでは言ってないっす。とはいえですね。そんなに走ってたわけじゃないからな。私は246エナジーだけだったが。なんか2000エナジーとかもらった人もいるみたいだな。くそ、羨ましいよ。いっぱい走っとけばよかった。まあそれは今更言っても仕方ないぜ。でもこれでガチャ回そうと決めたと。そういうわけです。さすがだな相棒。最高だ。最高に愚かだ。サンキューでーす。それじゃあセレクション第2弾。楽しく引いてくぜ。よ、この流行り甘い。サンキューでーす。じゃあ配信楽しみにしてるね。今聞かせてください。お、では早速家に帰ってパソコン立ち上げなければ。お前んちここだろが。生配信終わったら連絡入れてな。そもそも見る気ないですよねそれ。早く引けや。引くわい。早く引けや。引きますって。その前に狙いの選手でも言いますか。結構です。じゃまあそれは後で引きながら。エナジー回収だけはさせてくださいね。266エナジー。よしよし。これで2000エナジー超えたぜ。60連してもいいでしょう。で引いていきますが、自チームはソフトバンクで行くぜ。ってことは、その通り、一番欲しいのは藤本博史か。とりあえず引きますね。柳田選手引けたら30連で終わってもいいかな。おっと皆さん、ここで動画の残り時間をチェックするのは野暮ってもんですぜ。これ30か60か微妙なとこだな。お前がチェックするなよ。まさかやりおったかこいつ。さあどうなりますか。本当に30連以内に藤本さん引き当てたのか。そうですね。さてここまで演出は A 以上ばっか。最後ははい S ランクいただきました。なんと幸先の良い。おっと違った。さてどこで来るでしょうか。来ました2枚目。島内選手マジかー。すでに引いてよかったセレクション。セレクション関係ないやん。通常 S だがまさかの島内選手、最高か。まああくまでも狙いはセレクションの柳田選手ですが、セレクション確定以外のとこは S ランクの 30% なんだよな。これが厳しいぜ。だがセレクション引けなくても楽天純正強化だ。まさかのお、万波選手いいですね。はいでは10連目ラスト。日ハムの A ランクめっちゃ引くやん。大満足の10連目でした。これぞラッキーパンチ。早速島内選手を育成しなければ。これもう30連で終わっていいのでは。許すかこのシャバ像が。せめてセレクションで戦いやがれ。はいはい、柳田選手引くまでな。で狙いの選手ですが。ずっと言っている柳田選手。ミパド落ちにしたら1年契約だ。で次に欲しいのが。ライデル・マルティネス投手。特に欲しいのがこの2人だな。ここも赤止まりか。また最後に期待。ここは S は厳しそう。今日は A ランクもよく引きます。狙いはその2人だけ？あと日ハム枠で宮西投手も欲しいぜ。もちろん山本投手や早川投手でも OK。20連目ラストは、茶谷選手。S ランク連続はなしと。というかですね。今回のセレクション第2弾。もうわかりやすく言ってしまうと、サンタナと伊勢投手。この2人の限界突破がきつい。そこ以外は全員オーダーに入ってきます。欲しい選手は10人ってことだ。そんな期待だらけ確定の30連目いくぜ。サンタナと伊勢投手以外なら嬉しい。極みまでいけるかすでに極みで所持してるかって感じだ。とりあえず極みになればスピリッツ4400。総力型もいないし全員オーダーに入るぜ。ここで S ランク確定演出いただきました。さあ期待したいのは自チーム確定。また赤までか。ラスト頼むぜ。自チーム確定はなし。そんなに甘くないわな。A ランクの引きは良好。2枚引きしたっていいんだぜ。なしと。さあ最初の確定分。柳田選手引けたら即終了勝ち逃げ。なかなか確定以外で引くのきついのでね。お願いします。OK マルティネスゲット。どうしようかな。早く引けや。よしじゃあ怒涛の後半戦いきますか。さあそんな感じで意気込んで回しました後半戦。あれ ?40 連目は大野投手と近本選手の A ランクを見事ゲット。おや調子が上がってきての50連目。なんとこちらでも確定以外から A ランクが、おやおやさあ張り切ってどうぞ。あれ2000エナジーもあったのに。エナジーなんて使ってなんぼっしょ。どの口が言うか。じゃあもうラスト引きますよ。5択はいいからはよ引けやー。ここで柳田選手引けたら最高の結果なんだが。赤いです。2枚引きしないかな。調子くん、ボインレイ。出ましたボインレイ確定演出。あれ、これ2枚引きワンチャンあるかないか。複数枚引きして全部セレクションなんて引きも見てるけど、あれほんとすごい引きだよな。一発で3枚も4枚もセレクション引けたら楽なんだけど。さあ自チーム確定求む。S 確定からの自チーム確定はなしと。全力で祈ってるぞ。サンキューだぜレイム。サンタナが出ることをやめてくれレイム。サンタナも伊勢投手も極みにできるなら欲しいんだけどな。さてラストは確定分のみでしたね。まあいいでしょう。臨時収入もらって引いた人は多いはず。引いてよかったか。コナミに踊らされたか。その結果はいかに。早川投手ありがとうございます。さっきから下打ちすんな。セレクション第2弾、結果引いてよかったと思います。というかですね。めちゃくちゃ純正強化されたわ。無課金で純正でも引いていいかな。私は強化されたぜ。引いちゃう。がっつり60連。エナジーあるの？そこは気持ちでなんとかカバーするよ。